グローバルボーイズグループ、INI の田島翔吾、後藤健、キョトヨボンが、5日深夜に放送されたグループの冠レギュラーラジオ番組、From INI、東京 FM、JFN38 局ネット、25時に出演。良いチームについて語った。田島翔吾、良いチームについて語るこの日のテーマは、最強のチーム、について。アースデーである22日に、特別番組、To the Future from INI、あなたと叶える優しい暮らしに INI が出演することから、ゲストに、地球先生、こと上野恭平氏を迎えてチームワークを保つ上で必要な人物像について語った。上野氏から、みんなが優秀な人だとチームがダメになる、チームの輪を明るくしてくれる人が必要だと説明を受けた3人は、納得します。確かに、と共感。田島は、楽しさというか笑顔とか声のトーンとかもそうだし、それってすごい本当に伝染すると思う。楽しい気分でいた方が体の調子も良かったりとか、もっと頭が回ったりとか、本当にチームとしてもいい方向になる、と続けていた。後藤健、田島翔吾の行動を絶賛また、後藤も、心当たりもありますもん、といい、ダンスのレッスンとかってすごい集中しちゃうというか、キッてなっちゃうんですけど、結構田島は、うわ、ってめっちゃ声出して、笑わせてくれる、今考えたらそれでみんなリラックスした状態になるし、すごい明るくなるし、自分もそれに影響されて楽しくなって、と田島がグループの雰囲気を明るくしてくれていることを明かした。すると田島は、大事にしてて僕そういうの、と意識的にしていることだと告白。後藤は、自分もそういう人間になれるようになりたいですね、と田島の行動を絶賛していた。